はい、どうも、ベーレスパサがやっていきたいと思います。はい、ハッサップ、岸道高校で、デイリー入りのゴールキーパー作っていきたいと思います。敵の方は、秋山、海、龍崎、で、桐生、若林、そしてレイリー、この6人でやっていきたいと思っております。はい、そしてアイテムの方は、パドリとマネキネコを持ち込んでおります。では、やっていきましょう。はい、今回はね、ウドウちゃんを抜いて、レイリー入れてみました。まあ、レイリーは、得意練習頻度も高いので、まあ、ディフェンスタックが、容易に来るのかなと思われます。そして今回ね、ディフェンス枠が一つ増えて、メンタル枠が一つ減ったということで、精神がね、ちょっと稼ぎづらくなってしまいます。ですが、ね、その分、筋力敏捷、稼ぎやすくなる。で、精神もね、ディフェンスでワンチャンハマってくれると、稼げるのかなと思っておりますので、まあその辺で稼いでいけたらなと。まあディフェンスハマる場合は、テクニック踏んでね、技術稼がないといけないと思いますので、しっかりと稼いでいきましょうということで、今回は、いいゴールキーパー作ってやっていきます。はい、では、まず初手なんですけども、龍崎がいるね、龍崎。はい、練習後イベント。残念。まあ、初めはね、龍崎とかを踏んで、しっかりと練習後イベント。お、5人。あー、これはいいかもしんないな。ささっとこれ覚醒させ、騎士の試練受けていきたい感じがするんで、これはスピードいっておきます。スピード3連チャンいっちゃいましょう。で、キリュウ練習後イベント来てくれれば、ワンチャン、あ、終わんねえか、これ。終わんなかったっすね。まあ、でも、次のターンで終わります。はい、練習後イベント。あ、上原か。上原はちょっといらんな。はい、メンタルいきます。メンタルで3人覚醒させておきます。で、ここでもう騎士の試練いけるようになりましたということで、まあ、いっちゃうか。これは行っちゃってもいい。あ、でも794回ちょっとしんどいな。あ、これメンタルいきます。まあ、精神もそこそこ稼げるし、龍崎で練習後イベント呼べれば、結構こう、ありだと思ってます。OK、ナイス。覚醒人数増えました。はい、そしてレイリー進んでいきますね。このイベントは次のターン、次のイベントで体力回復ありますんで、ありがたいイベントでございます。はい、そしてここはとりあえず回復骨取っちゃおうかなーって感じはしてますね。はい、あとテクニックいってきます。で、いつの間にかディフェンスのコツ3取れてました。うん。いつ取ったんだろう。記憶にございません。はい、ではこれ、騎士の試練行きたいと思います。行きましょう。はい。OK! You win! 勝ちました。で、経験点的には300点かな。はい。では、行きます。で、秋山が進んでいきますね。と、福井部が終わっていきます。はい、そして、どん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 騎士の試練進めていきたいんで、パーセント貯めていきたいところですが、5人枠、5人ディフェンス、5人メンタル。まあ、その辺が来てほしい。お、まあ、これは、ディフェンスいっちゃいますね。はい、で、龍崎練習後イベント来てください。来ない、残念。で、若林が進んでいきます。はい、そして、オフェンス、桐生か。キリュウ悪くないんだけどね、これ。ドリンク飲む？飲みたかねえけど、まあちょっと、序盤から飛ばしていきますか。ちょっと飛ばしていきましょう。はい、ではオフェンスいきたいと思います。キリュウ。練習後イベント来てね、次のターン。次、これか。ここで練習後イベント来てください。さあ来い。来ない。残念。で、メンタルにはまってほしい。メンタル4ワークしかいませんが、まあしっかりとね、カイ君ではまってくれると体力の回復も多いんでね、ありがたいです。龍崎かな。はい、龍崎練習後イベント、来てほしいな。ちょっと能力上げておきます。まあテクニック振ってディフェンスもう振っちゃうかだよね。もう振っちゃうか。まあコツ5狙うのもワンチャンありですが、もうここはもう振っちゃいましょう。いいでしょう。まあ、骨壺になったところで 10% マイナスとかだった記憶があるからね。はい、ではこれでいきたいと思います。スタミナも上げとこう。C。いや、もうちょい行くか。いけるね。S まで行きましょう。はい、ではフィジカル行きます。行きましょう。練習イベント。来ない。で、ここで4167ということで、セクにやっていきます。あー、これテクニック踏みてぇな。あ、でもドリンクなー。行くか。もうちょっと今回は飛ばします。飛ばしていきます。はい。ではテクニック、あと2回踏んでいきまーす。ぴったり100ぐらいならねえかな。っていう希望は、あ、いけたねー。
100で龍崎 OK でレイリー回復もらいますね。 OK です、ありがとう。この回復でかいんだよな。レイリー使いやすいです。まあもうディフェンスではもうレイリー抜けないんだろうなって感じはしてるね。うん、レイリー強い。はい、そしてこれはもう騎士の試練いっちゃいます。これは騎士の試練いっちゃいましょう。で、今回筋力結構稼げてますね。オッケーオッケー。筋力は余るのかな？ディフェンスにはまってくれば余るんですけどね。はい、ではこれでいきたいと思います。いきましょう。騎士の試練。これで3頭騎士かな。はい、オッケー。このセクション中にね、2頭騎士ぐらいまでいけたら最高なんだけどね。はい、3頭騎士、オッケーです。はい、では、ディフェ、あー、微妙だな。オフェンス行こうかな。覚醒人数増やすために。はい、キリュウ連射後イベント。はい、ナイス。オッケー。いいですね。で、これ回復がないの、痛い。食べ物ならば回復させてくれ。はい、そしてメンタル。あー、違うか。フィジカル、スピード。いやー、これちょっとメンタルいっときましょうか。うん、上原来ても別にいらないけど。はい、レイリーが、覚醒してきました。でディフェンスを、あー悪くはないけど、これ普通にテクニックでもいいけど、まあこれはディフェンスいきますか。はい、いいです。はい、で次キリュウ来いよ。次キリュウ来いよ。はい、でディフェンス打っときますね。でテクも振っときましょうか。はい、ではこれディフェンスいきたいと思います。さあ、キリュウ連勝後イベント。あ、上原か。上原じゃねえんだよな。はい、で、これは洞察力がすごいってことだな。はい、いっときます。で、うん、で、ここメンタルか。あー、もう踏まなくていいかな。あ、でもこれメンタルありですね。連勝後イベント。OK、ナイス。覚醒メンバーが6人、合計増えました。で、ここ、メン、なあ、龍崎もいいけど、これはメンタルかな。体力回復させておこう。そして経験点。精神178だって結構でかいよ。はい、そして、龍崎がここ。いやあ、龍崎か、レイリーか。まあ、そうだよな。監督来るよな。監督来なかったらいいんですけどね。はい、そしてメンタル。お、悪くない。悪くない。いいぞ。メンタルいいぞ。悪くない。しかも、龍崎、桐生がいるから、まあ、さすがにどっちかは来るっしょ。どっちかは来ると信じたい。はい、ではメンタル行きたいと思います。2連チャンで行きます。2連チャンで行くんですけど、さあ、来い。龍崎、あ、待て、踏むのありだけど、まあ、いやー、踏むのありだな。すごい踏むのありだな。あー、でも、カイクもいるのか。じゃあ、これはもうメンタルいっちゃおうか。覚醒貯めてきます。覚醒、うん、ポイント貯めてきます。はい、そして、龍崎が言ってくれました。オッケー。で、ここで終わらせていきたい。ここで終わらせていきたい。で、でかいタックワンチャン来てくれると嬉しいんですけど、さあ、来ない？オフェンス。あー、終わったね。終わったから、これは龍崎行きます。はい、さあ、龍崎練習後イベント。龍崎練習後イベント。核戦人数増やしていこう。残念。で、レイリーが動いていきますと、で、これどっちがいいんだ？ああ、安定感か。安定感だから、安定感なしでいこう。はい。で、騎士の試練。いけっかな。で、精神を振りたいところなんですが、集中力も、いやー、スタミナかな。スタミナ90かな。で、パワーも振っときますね。サッカーの？いや、微妙だな。サッカーのの方がいいか。はい、ではこれで騎士の騎士連いっちゃいます。さすがにいける。はい、OK。はい、とりあえず、2頭騎士までなりましたね。OK、OK。さあ、こっからは1頭騎士まではちょっと遠くなりますが、タックをしっかりと狙っていきたいと思います。はい、騎竜。で、こっからは覚醒メンバーを厳選していくのですが、あ、メンタル行こっか。ここ行ってね、本当は若林行きたいところですが、これはカイ君、覚醒させておきます。はい、監督、練習後イベント、OK。で、レイリー終わってきます。
レイリー成功してください。はい、オッケー。なんかフラグ。新電信、オッケーですね。はい、で、これでセク2終了。12,877。では、セク3やっていきましょう。はい、これ回復さすとき、あ、ミスった。やりかけちゃったよ。はい、あー、これ覚醒してた。でかかった。レイリーと若林が覚醒してればでかかったな。あー、一回しか来ないか。しかも、これ、来てたら感想だったかもしれないな。はい、気流。オーケー。はい、フィジモンゲット、ナイス。あ、ここはさすがに一回休もうか。お!あー、5人だけど、これはちょっと、行くか。ちょっとしょぼいけどね。行くか。5人なんでね、行っちゃいましょう。行くしかないです。はい、ではディフェンス行きたいと思います。行きましょう。飛んでいきまーす。まあでかいタックね。でかいタック、でかいタック。まあ精神も326入るから、まあよしとしましょう。はい、ではこれで行ってしまいます。ディフェンス行っちゃいます。なんか、まあ、いっか。ディフェンスいきます。覚醒させるのもありかなと思ったけど、いいです。はい。さあ、メンタル。さあ、メンタル。メンタル。おー、悪くない。悪くない。悪くない。いいぞ。てか、結構いいぞ。タック。じゃあ、これはとりあえずメンタルいきます。これはとりあえずメンタルいっちゃいます。はい。では、秋山だけついちゃった。若林消えちゃったけど。みんなメンタル集まろう。みんなメンタル。みんなメンタル集まろう。そして覚醒しよう。お、いい、いい。こういうの、こういうの、こういうの大事。あー、でも、龍崎消えちゃうか。まあ、しょうがない。はい、カイ君全開。で、龍崎ですね。残り2回。金属は早めに終わらせてください。絶対死守ね。あー、これはオフェンスですね。さあ、龍崎練習後イベント。上原じゃない。OK! ナイス。ナイス、ナイス。で、蹴り返す。はい、OK! 守備反応。で、ここでスピー、あ、オフェンスですね、これは。これはオフェンスいきますね。あー、でもレイリーもいいけど、ここだな。さあ、キリュウ、練習後イベント来て、レイリーまで覚醒してくれると一番ベスト。はい、そして精神振っときますね。維新電信。はい。守護神と絶対死守早めに終わらせてほしいな。はい、キリュウ来ない。残念。来てくれたら精神振るとこができるからね。はい、オフェンス。いやー、これテクじゃね?これテクだよね。はい、では練習後イベント。おーっと、来ねえ。キリュウがちょっと調子悪いな。はい、で、カイ君残り1回でございます。さあ、メンタル。体力回復させて。オッケー !5 人タック。5人タック、ありがたい、ありがたい。これもうメンタル、3回いっちゃいましょう。で、このセクションでもう終わっちゃうか。もう一等騎士いけるんですけど、多分全然集まってないんですよ。全然集まっとらん。なので、これはね、覚醒させるためにちょっとターン使うか。で、キリュウ・リュウザキ来いよ。キリュウ・リュウザキ練習後イベント。で、精神は触れない。ちょっと精神早めに触れるように。守護神か、絶対死ぬ来てほしいな。はい、練習後イベント来てください。OK。さあ、ここからはちょっと覚醒させていかないと多分戦えないんじゃないかなと、騎士の試練ね。戦えない。あー、これはディフェンス行こう。これはディフェンス。ちょっと確実に、確実なところから行きます。確実なところから。フィジカル行ってメンタル行くか。あ、そうか。そしたらレイリーもつくね。フィジカル行って、メンタル、オッケー。レイリー、カイ君がつきます。レイリーとカイ君がこれついてくる。で、精神が余っとるんよ。違うんよ。ちょっと早めに精神無駄振りしないように。絶対死守、守護神来てほしい。はい、で、あと1回。あと1回で守護神終了。で、ここでカイ君終わっていきます。カバーリン、カバーマスター。オッケー。精神的支柱はね、成功しないんですよ。ああ、これフィジーいいね。フィジカルいいね。フィジカル。フィジカルすごいいい。
で、次のターン一回休もうか。うん。このセクション終わってから騎士の試練行くの大いにありだと思う。うん。これ休もう。やっぱ騎士の試練だよね。しっかりと経験点稼がせていただきたいので。てか、精神がねえんだよな。精神が。精神、どこで振ろう？まず守護神と絶対死を来てほしいんだよ。来ないと振れねえんだよな。ね。はい、一回休みます。チュンガバ。ナイス。で、覚醒していきます。で、ここで経験点22,317。では、セク4やっていきましょう。ということで、竜崎は残り1回でございます。精神触れねえんだな。はい、スピード。あ、これはいかない。もう覚醒は結構してるんで、ここはもう、騎士の試練いっちゃいたいと思います。で、精神スタミナ振るかだな、もう。スタミナ振るかだな、というところで、うん。じゃあ。いやー、どうすか。まあ、これでいこうか。はい。では。では、いきたいと思います。カンストもらえるのかな ?980 とかな気がするけど。はい、980ですね。少し溢れてしまいました。はい、筋力は多分余りますね。このままいくと。で、ここ、覚醒してないイビキャラがいないんで、ここは一回休むだな。で、能力は振っておきます。能力はしっかりと振っておきましょう。はい、難攻不落完了。まあ、とりあえずこんなもんかな。はい、では一回休みまーす。はい、そして、秋山終わってくれました。これで守護神、精神ね、振れるようになりましたと。いうことで、さあ、メンタルにはまってほしい。ちょっとメンタルにはまってほしい。はい、あ、若林も終わっていく。はい、SGGK 投手。で、メンタル微妙。じゃあ、これは一回休もう。一回休もう。さあ、こっからは運です。こっからは完全なる運です。覚醒をさせました。はい。休みます。はい、で、竜崎終わってきます。竜崎終了でございます。絶対死守ですね。はい、バリケード。で、ディフェンス、メンタルいく？いやー、違う気がするんだよな、これ。ディフェンスいくか。いや、でもメンタルだな。メンタルいってきます。はい、さあ、竜崎連勝イベント。ワンチャン。来ないか。休むか。秋山が終わっちゃう。さあ、メンタルタック。さあ、メンタルタック、ここ。ここか、この次のターンでは。うわー、来た、ディフェンス。いや、微妙だな。もう、一個だったな。で、竜崎練習後イベント来てくれ。竜崎練習後イベント来てくれ。で、経験点ちょっと振っときますね。精神というか、精神なんだよな。精神なんだよな。はい。では、ディフェンスいきたいと思います。OK です。で、練習後イベント来ません。うわー来たけど、いやーマジかー、これ、いやーこれがハマってくれれば、全員覚醒してれば、これ、でかかったなー。全員覚醒したらスタメン更新間違いなかった。スピードも完走いけたと思う。いや、惜しいことしたな。これだったんだけど、これだったんだが、これなんすよ。あー、覚醒もったいね。覚醒、ちょっともったいないな。今さっき龍崎がワンチャン練習後イベント来てくれてれば、これ覚醒してた可能性はあった。くそ。いや、でも、レイリーハマるね、意外と。意外とハマるね。ウドウちゃんの方がいいかなと思ったけど、レイリーが結構いいかもしんない。精神も出してくれてるからね。うん。はい。では、これ、いきたいと思います。
はい、桐生 OK。 さあ次遊んで、でかいタックもう一回狙っていきたいところですね。5タック来てほしいところです。はい、で山数も潰しちゃいましょう。でバリケード、で精神は結構稼げてるけど騎士道、うん、絶対死守かな。はい、ではこれで行って、いやちょっと足らんなー守護神、うん。はい、2対0無事終わっております。さあメンタルカンスト5人タック、5人覚醒タック、メンタルカンスト5人覚醒タック、これが来てくれたらすごい嬉しい。はい、栄養かけて、うん、遊ぶか、遊びましょうか。さあこっからは覚醒人数増やします。で試合までにでかいタック一発みたい。試合の後はもう来ないと思ってるから。いやー、まあこれメンタル、あーメンタル、メンタルで桐生、さあ桐生、桐生いてレイリー行け、桐生いてレイリー、オッケー。でレイリーは行った、不眠症になりました、残念。あーでも悪くはない、このメンタルで、このメンタル悪くはない、覚醒人数増えるし悪くはないです。しかも結構でかいタクだったからね。はい、でこれメンタルいっちゃいたいと思います。いきましょう。でこれで若林つきます。で秋山が残り1回なんで、さあ次メンタルタックあるぞ、あるぞ、あるぞ、あ、ない、あーこれどうしよう、フィジカルいく、いやー捨てたいけど、これはレイリーいきます。いい、これはもうフィジカルいきません。フィジカルで5人で稼ごうと思ったけど、まだまだこのターンが、あ、あーでも微妙だな、精神がそん中1回200でも覚醒人数が減るから、もうちょっとでかいタック来てほしかったんですけど、ここでやめちゃうと多分ですけど次のターン来ないんですよ。次のターンがきつくなるから、もうあとは頑張るしかないね。守護神あと3、守護神3、いやでもここはもう勝負するしかないんだ、ここは勝負するしかない。はい、ディフェンスいきます。でもうーん、覚醒少ねえんだよな、あーどの道は秋山き、うーん、ここで勝負します。もう一ターンって可能性はあるけど、ここで勝負、はい、いっちゃいます。この次のターンはもうタックは来ないと思うんで、でドリンク飲んでおきます。はい、ラストディフェンスいきます。ダメだね、ここら辺で覚醒増やすのもダメ。はい、ではいきます、ディフェンスタックいっちゃい、ディフェンス覚醒いけたいと思います。いきましょう。はい、そしてサクッとビンチャンいっちゃいます。おそらく守護神はあと1、2ぐらい足らない状態で終わっちゃうかもしれません。まあもうしょうがないですね、その辺は。でもレイリーな、さっきの本当にディフェンスの感想タックの時にでかいの覚醒来てくれば熱かったな。はい、0-0終わりました、無事終わっております。はい、ラストは精神が過ぎるところ適当に踏みましょう。これで覚醒、あ、これはもうメンタルだな、メンタルいきまーす、メンタルいきまーす。はい、サクッとピンチャン行ってしまいましょう。ということでなんか振る、うん、パントキック行きたいけど、テクニック106も行きたい。テクニック106は無理かな。うん、もうちょいだけ振るか、臨床ちょっと振っといた方がいいかもしれない。はい、行きたいと思います。行きましょう。はい、2対0終わりました。まあ、経験点的にはそこまで出てないかもしれませんが、いい感じのサクセスになってきたね。レイリーがいることによっていい感じになると思う。まあ、ウドウちゃんの安定感もありますが、レイリーのディフェンス爆発力ありますね。はい、3万8000。はい、振ってまいりました。ということで、まあ、今回はね、まあ、3万8000しか稼げておりませんので、そこまで出ておりませんが、次へつながるサクセスができたかもしれません。はい、XSS の4、5か。あ、意外と伸びたね。意外と伸びてくれる。うん、また今度、レイリー入りのゴールキーパーで頑張っていきたいと思います。はい、本日はこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。おつべたー。